いやー、わからないですね、靴だけじゃ。だいたい23か。でもこのサイズの足の女性って全然いますからね。絞り込めるかなー。ああ、昨晩のパーティーで。まあ、うちにもガラスの靴はいくつかありますけど、ああ、昨日買われた方はいましたよ。いや、その人は結構年配っていうか、おばちゃんだったんで関係ないと思うんですけど、そのお嬢さんは初めて見かけた方なんですか？じゃああれですかね。お隣の国からですかね。みたいですね。なんか検問とかも適当っていうか雑になってるみたいな。あ、ほら、お妃様が引きこもったとかで。何やってるんですかね、30過ぎて。靴ですよね。靴だ、靴だ。これもしかしてわざと脱いだんじゃないんですか？つまり一度履いた靴をもう一度脱いだっていう靴間違えたんですよ。居酒屋とかでもよくあるじゃないですか。これ俺の靴じゃないなっていう、そういうスタイルじゃない。 そうなんですね。 いやー、若い男女が出会う場所って聞いていたんで、まあ、ワタミで座敷で、まあ、合コンスタイルっていう。いやいや、バカにしないです。すいません、すいません。真剣に考えますから。じゃあこれ、自然と脱いだってことですよね。じゃあ、サイズが合ってなかったんじゃないんですか？つまり、自分で買ったんじゃなくて、誰かからもらったとか。のおばちゃん？どんなだったかな？黒いローブをまとって、神秘的な感じではあったんですけど。 そうだ、ポイントカード作ってたんで連絡先わかりますよ。 少々お待ちください。おい、お邪魔だ。待っててくださいね、もうすぐわかりますから。そうなんですよ、最近雇って。 あ、一人でも大丈夫なんですけど、今の家から一刻も早く出たいって頼まれちゃって。 そういうの弱いんですよ。ああ、ありがとう。 こちらの方に、こちらのお方に。 おいおい、ちょっと何やってんの。